どうも、八木島です。今回は、写真会。先週に引き続いて、超初心者向けの何のことだかをこの数字がよくわからない。そういう人のための、説明会です。今回は絞り。前回は非常に重要なことだったんで、長々と話したんだけれども、前回のことも踏まえて、まだ見てないという人は、ちょっと復習してもらって、今回の見てもらえるといいです。それでは、やっていきましょう。絞り。ね。ちょっと前回と同じ画像を出すけれども。はい、これ。この F8 って書かれている部分。これを回すと、例えば 5.6 とか、反対に回すと11とか、16とかってなってくんだけど、22とかね、なっていくんだけれども、もうこの数字、他はなんかもう、時間の長さでとか、ISO 感度だとか、ピンとくるんだけど、この数字だけはわけわかんないよと。多分ね、そういう人が、このカメラ買ったばっかりだっていう人の中では多いと思う。前回の時に僕はほら、ナースとかにね、星が撮りたいとかって言われて、どう教えようかって困ったんだっていうような話をしたと思うんだけども、そのぐらい、こう結局、なんか写真が撮ってみたいと思ってカメラを買っては見たものの、画面の中に映っているものの意味がわからないっていう人はいっぱいいるんだよね。で、それを理解する上で、まず第一弾として、概念としての、一弾、1EV ってものを覚えてもらったんだけれども、シャッタースピードっていうのはもう具体的にね、1000分の1秒って書いてあるのが500分の1秒になったら、あ、2倍の時間、シャッターを開けてるんだなっていうのが分かりやすいと思う。で、ISO 感度っていうものも100から200になるっていうのは、あ、倍になったんだから1段分だね、分かりやすいねってなったと思う。なんだけれども、今回のこの絞りに関しては、2.8 の1段上が4、え？どういうこと？みたいな。5.6 の上が、1段上が8。え、何？倍になってないじゃんって。まあ、思った人が、あれ、いるんじゃないかなと。たぶん、そういう世界で、この F いくつっていう数字は、まあ、わからないと思うんだけれども。まず、この映像を見てもらおうかな。これは、レンズの絞りを動作させたもので、この絞りっていうものがキュッとこう、閉まったよね。開いてる状態からキュッと閉まった。開いてる状態からキュッと閉まった。こういう状態に、すること、絞れたことを、絞れたことをっていうか、絞り込むことで、レンズっていうのは外側に行くほど制作精度が難しくなるから、口径の大きいレンズほど、高いものになるわけなんだけど、美味しいところだけを使えるようになるわけだよね。周りをキュッと絞って。じゃあ大きいレンズ意味ないじゃんってなるんだけど、そうではなくて、この口径が大きくなれば大きくなるほど、ピントが合ってる範囲を狭くする。要するにボケを大きく、するっていうことがしやすくなるんで、その表現の過程の中で、この絞りっていうものを使っていくんだけれども、大概の人はキットズームを使っていると、そこまで絞りの効果っていうものを体験することっていうのはできないから、なかなかね。ずっと近づくっていうことの方が効果的になるんで、この絞りの効果っていうものは分かりにくいと思うんだけれども、少なくとも明るく写真を撮りたい、暗く撮りたいっていうところでは生きてくるものだから、この仕組みっていうものは、理解しておいた方がいい。ね。絞れば絞るほど、実は発色なんかにはメリットがあったりとか、
まあ、ただデメリットもあって、腰彫りボケとかっていうのも出てくるんだけど、それは今回の説明ではしません。もうそういうことを考える次元の人向けに話をしてるわけではないからね。超初心者向けの話なんで、なんでこんな数字なのかっていうことを理解してもらうために言ってる。これは、絞りを絞り込んで、このレンズの穴、この穴の面積を小さくするっていうことをしてるわけですよ。つまり、一段絞りを大きくするっていうことは、円の面積が半分になるっていうことなんですよ。ね。で、これ、円の面積っていうのが一つ重要なポイントで、この F 値っていうものは、レンズの焦点距離に対して、レンズの口径がどのぐらいであるかっていう比率に対しての数字なわけなんだけれども、ね、口径比っていうのが、この F 値っていうやつなんでね。なので、円の面積が、変化させるっていうことはだよ。円の面積の、公式覚えてます？ πr 事乗。ね。で、あるから、そういうことであるから、この口径比を変えるということは、ルートが絡んでくるわけですよ。事乗の平方根だからね。わかる？そう、ね。半径かける半径かける 3.14。この半径の大きさが半分になるということだよね。で、それによって変化した、変化する数字の量を、相対値だよね。比だから。口径比だから。表すために、ルートが用いられているわけですよ。だから、明るいレンズになってくると、F1.4 っていうのがあって、2っていうのがあって、2.8、4、5.6、8、11って変化していくわけなんだけれども、だからね、この数字自体は、意味はあるんだよ、もちろんね。撮影する上ではね、重要なヒントになる数字。だから意味はあるんだけど、性能的なものを測る意味でもね。意味はあるんだけども、数字そのものには意味がないわけですよ。焦点距離に対してのレンズの口径比だから。だから、F2.8 と言ったとしても、ね、そういう高いレンズあるでしょ？ズームのね。2.8 って言ったとしても、例えば 50mm の F2.8 と 200mm の F2.8 では、レンズの口の大きさが全然違うわけですよ。ね。あくまで焦点距離に対しての、このレンズの、ね、口の丸の大きさの比率だから。ね。だから、この数字っていうのは、もう直接、いくつだからどうだっていうようなことにはならなくて、便宜上、この数字を変えていく上でね、例えば、F1.4 の 50mm をつけてるって言ったときに、口の大きさを半分にするって言ったら、ね、F2 になると。そういうことなわけですよ。πr 事乗が関係してくるから。円の口径比のことだからね。この面積の、円の面積の、が半分になるっていうことに対してのものだから、どうしても、その πr 事乗、円周率っていうものが関わってくるし、事乗、面積だからね。っていう部分が関わってくるんで、ルートの値がも用いられていると。だから、F2.2 とか言われてもなとか、まあ2、そんな明るいレンズ使うことないか。5.6 って言われてもなとか、6.3 って言われてもな、何のことやらとかって、その、数字そのものには大きな意味はないので、数字そのも全部を覚える必要もないです、うん。この前言ったように1段っていうのは3つね、ダイヤルを3段階カチッカチッカチッってやると1段分変わるから、ここの中の数字もね、
ね、5.6 から 6.3 に動いてったみたいな。ね、そう、だから 5.6 よりもちょっとだけ絞れてるなみたいなぐらいの認識になるためのものでしかなくて、まあ、ただ実際こう、ね、何もない状態で 5.6 って本当はかなり暗いレンズで、うん、我々仕事なんかで使うときはほとんど、ね、そういう暗いレンズを使うってことはなくて、まあ絞り込んでってそのぐらいにするってことはある、もちろんあるんだけど、風景なんか8とか11とかで撮るからね。あとはね、机の上に10円玉を置いてこれを撮るときなんていうのは32とかまで絞り込んだりするようなこととかもあるわけなんだけれども、もうそこの数字そのものには意味がなくて、その面積の話だからルートっていうものが出てくるんで、こう明るいレンズだって言って売ってるのが F50mm、F1.4 だ、それの安いやつが F1.8 だとかって、1段落ちるよりは明るいっていうぐらいの、そういうあくまで相対値的な部分で考えてもらえばいいです。その数字そのものには意味はない。意味があるのはその3つ動かした時に1段、つまり円の大きさが半分になる。こうやって羽が動いて半分になるっていうことを、面積が半分になるっていうことを、つかめればいいだけのことなので、ね、で、もう慣れてくればね、3段分絞ったあたりが一番描写として美味しいとか、2段分が一番いいとかっていうような話になって、その辺を使うためにみたいな感じのことをしてくるようになるんだけれども、多分その数字の意味がわからないっていう人にとっては、まだまだそこっていうのはずっと先の話になってくる部分なので、まずはそこの数字がそういうためのもんなんだっていうことを理解し、そうだね、安いマキエサレンズって言って、F1 台とかの、あるいは2とかの、ね、明るい単焦点のレンズがあるんで、それをね、結構安い値段だったりするんでね。他のレンズに比べたら中古でもいいですよ。そういう明るいレンズを買ってもらってこう動かしてもらうと、どれだけ写りが変化するのかっていうことを味わえるようになるんで、これズームレンズだと正直大して分かんないんで、そういうことを考える次元には多分到達しない。だからこの数字っていうものが出てきてても何の価値があるのかっていうものもちょっと分かりにくいし、何の目的にやるのかっていうことも多分つかめてこないから、まずはそのルートが関係している数字だからこういうもんなんだっていうことをまるっと飲み込んでもらえば、いいのかなと思います、うん、やっていくとね、例えばぼかしたいなんて言ってる人が多いんじゃないかなと思うんだけれども、それで明るいレンズを買ってみて開放で撮ってみてもボケないみたいなことにもなるんでね、うん、そうね、分かってると確かに小さい数字にすればボケやすくはなるんだけれども、ボケを作るときってそれだけじゃなくて被写体から背景の距離までとかっていうのも関係してくるんでね、カメラから被写体までの距離と被写体から背景までの距離っていうのが関係してくるんで、ちょっと難しい話になってくるんでね、今回はまあそこまでは理解しようとかっていうようなことを求めてません。まずこの数字が何なのか分かんないっていうことで言った時にね、面積だから事情が関係してるんだ、円の面積だから事情が関係して、それでルートの数字が持ってこられてるんだっていう、人よ人よに人見頃なんてやったでしょ、中学校だっけぐらいの頃にね、やったと思うんだけども、そこの、数字を持ってきてる、そういう理由です。はい、今回は手早く話したつもりなんだけれども、それでも結構長くなっちゃったね。はい、この辺で終わりにしようと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。